はい、ということで皆さんおはようございます。早朝ジジイでございます。今日こんな時間にアクセスしているのは、6時から8時の間にある選手が来てくれるって言うんで、今日はその選手に会いに来ました。6月ログインボーナス、これ今日のプレゼント、ありがとう。2周年大感謝ログインボーナス、これで今日も頑張って。お、いいねこの絵。さらにありがとう2周年ログインボーナス、はい、これプレゼントあげるよ。いいですねこの絵。詳細、イベントをクリアしてハイスピードドリブルを所持したラーソンを獲得しよう。イベント、そういう言い方ね、スウェーデンとかそういう言い方してるのね。イベント、あれちょっと待って、4589、そんなもの嘘だろ。あ、そっかそっかそっか、あれか、普通なのか、 SSR じゃないのか、そうかそうかそうか、そういうことだね。そしたらね、ごめんなさい、今日ね、そういうことであれば見てみたい技っていうのがあるんですよ。そうしましたら、お、こちらはもしかしてカズオちゃん、お借りします。で、あ、危ない危ない、オートになってるから、これはあの日のまんまだね。マニュアルで、マックフライドポテト謎のパワーワードが登場しましたけど、美味しいよねマックのポテト。あ、ちょっと特定の企業さんの名前出しちゃったいけないいけない、バーガーキングのポテトも美味しいよ。よっしゃ、いきます。あれあれ、なんで使えないの、使えないの、顔面パス。これは何か全員持ってないといけない系、一人が持っているだけじゃダメなのか、これは。じゃあしょうがないからさ、ヒューガに渡すか。持ち前のガッツで頑張るしかないぜ。いいね、ちょっと誰かアドバイス求む。負けない、負けるか。うん、ドリブルでいこう。え、ガッツが足りなかった、本当。え、何、そもそも使えないの初期レベルだと。そんなのあるの、ヒューガはこの俺が体を張って止めるんだ。そんなことあるの。ま、それはさておき、やりましょう。ジャンピング雷獣シュート、ヒューガ君、ジャンピング雷獣シュートだ。翼、そうか、スパイクを使えば俺が翼との合体、ジャンピング雷獣シュートだ。かっこいい。相手が戦意をなくすまで攻めまくるんだ。荒々しく見えますけど、一見こう見えて慈瞳さんのことちゃんと気遣いができるっていうね助かった、カズオ。勝負だ、負けない、よし来い、負けるか。うんうん、初期状態では足らない。前代未聞じゃない、そんなの。勇者はギガデインを覚えた、しかし MP が足りないみたいな、そういうことでしょ。
マックフライポテト食べたい。コメントサンキューです。あれ、レヴィンの髪の毛の雰囲気変わりました？俺が相手だ。行くぞ。前こんな感じでしたっけ？こんなふわふわだったっけ？お迷いは吹っ切れた。こんなにメレンゲっぽかったっけ？アップデートでちょっと変わった？勝負だ。よし来い。負けるか。お、ドライブシュートが打ちたい。うん、成長しないと使えないっていうのが石崎くんらしいっちゃらしい。ナイスコメント。ライブシュートしかない。はめます。翼のねドライブシュートめっちゃ好きなんです僕。あのためがねたまんない。特にテレビアニメで打つとき。サンキュー。だってためてる間にさ、ヒューガくんとかさ、他の選手が猛チャージをかけてくるからさ、早打て早打てって思いながらね。でまたBGM もいいんですよね。昭和版もそうですけど、先日まで放送されてたねアニメの方もそうなんですけど、 BGM がいいんですよ。危機迫る感じがね。負けるか。これを通せばチャンスだ。よし。ハイパワーブロック、すぐ打たないと時間がないよ。やるしかないな、カズオ。よし、マサオのユニフォーム、それがちょっとダボダボな感じが時代を感じるね。97年の代表のユニフォームはまだピッチリしてなくて、当時のスタンダードじゃなかったもんね。ピッチリしたユニフォームがね、ダボダボだったもんね。よし、お疲れ様。じゃあここだ、ここで決めるんだくんを入れまして、でうん、いいんじゃないか。で改めて見てみようか。これが235で最大が206。そうだったのか。じゃあしゃあないな。俺に任せてくれないか。スウェーデン戦と言ってたからね。情熱にはスピードが必要だろ。あのケンタッキーフライドチキンのあのクルンクルンのポテトも美味しいよ。予定通りだ。くそ。俺が止める。行くぞ。負けてたまるか。このタックル一本目はカムフラージュ。これが本物だ。サンキュー。勝負だ。負けない。グリーンカットパスは前回見たから、アーティスティックドリブルからのグリーンカットパスを、そうだね、マサオちゃん、いくぞ。小野選手や奈良崎選手を思い出す。行くぞー。やるしかないな、カズオ。よし、それダボダボ、2サイズぐらい違うぐらい。ダボダボです。ナッシュ。今ね、赤いユニフォーム、通常の南部コーフースボールのユニフォームは現代のスタンダードのユニフォームになってるもんね。来やがれ。俺が相手だ。行くぞ。よし、勝負だ。負けない。負けるか。
うん、そうだね。ヒューガ。吠えてほしいな翼、吠えてほしいな。まだ吠えてくんない？吠えてほしいな。吠えてマサオちゃん行きたいな。こんな豪快なパス受け止められる選手は限られてくるよね。行くぞ。よし来い。この肉体で吹き飛ばす。行くぜ。吠えた。ムカついたんだろうね。仕上がれ。よし来い。翼くんムカついたんだろうね今ね。兄やろうって。それに期待したんだよ。手のひらの上で転がしていた翼を。このタックル一本目はカムフラージュ。これが本物だ。ナイスタックルからのマサオちゃん。勝利につなげる俺のプレーでチームに貢献する。こいつやべえ、あんなセレブ聞いちゃったらちょっと予定変更。あ、打てねえ。じゃあ当初の予定通り。勝負だ。よし来い。シュート。いけ。突き破れ。よっしゃー。マサオくんハートトリックの大活躍。ファーストキッチンのシャカシャカポテトも美味しいよ。情熱にはスピードが必要だろ。仕上がれ。行くぞ。パスカッター。ということで6対0、新技も見ることができて楽しい試合でした。初回クリア報酬すげえ、いただきました。協力ありがとうございました。今日はさらにですね、皆さんに喜んでもらいたいと、そういう企画としてガチャのコーナー今回もやってきます。さりげなくね溜まってんですよ、いろんなチケットが。おさらいです。まずね、これか、2周年記念大感謝10連ガチャ、これ4枚あるんですけど1枚で10回できるから合計40枚獲得できます。さらに R 以上確定チケットガチャ、これが3枚あります。いきますね、シュート。いくぞ翼くん。うん、ザック。いけー、ツインシュートだ。いけー翼。あ、いいじゃん。うちで今レギュラーで頑張ってくれてる選手のカードもありますし。はい、じゃあ続きまして2周年記念大感謝10連ガチャ、こちらが4枚ありますんで合計40回、1枚ずつ使っていきましょう。ガチャある。シュート。いくぞ翼くん。うん、ザック。ツインシュートだ。いけ翼。うん、悪くない。2回目。シュート。ファイヤー。俺の全力のサッカーだ。いけ。
ユニクラノープ、いいねいいね、ソーダくん来てくれた、嬉しいね。うん、残り2枚いきましょう。シュート、行くぞ翼。あれナトレーザー、ハッスルしてる。行け翼。フライドポテト。サッカー王の称号を獲得するのはこの俺だ。お、カルロス・サンターナ、南米選手の超覚醒力、渾身の一撃、スカイウィングツイン。3人まで吹き飛ばす。ミュー、ブラジルサッカー。ショルダーチャージ、ちょっと待って、ショルダーチャージ。サッカーサイボーグ、サンタの必殺タックル。威圧するようにプレッシャーをかけ、無慈悲なチャージで相手を吹き飛ばしてボールをダッシュする。ショルダーチャージっていいね、僕大好きショルダーチャージ。技のこの名前の響きも好き、見てみたい、ショルダーチャージ。いやーよかった。じゃあ最後の1枚いきましょう。シュート、行くぞ翼くん。おう、ザック、行け、ツインシュートだ。行け翼。中盤は俺が支配してやる。ドイツ中盤の貴公子シェスター、的確な読み、全員のパスカットプラス10、スタミナキラー、華麗なパスカット、クイックステップ。いいゲームをしよう。エルシド・ピエール、フォワード&オフェンシブハーフ。フォワードもやれるんだ。力の超覚醒欧州コンビネーションナポレオン。お、スライダーキャノンシュートスライダーキャノンシュートとは何ぞや。フランスのエッフェルコンビ、ピエールとナポレオンの必殺技、キャノンシュートのパワーを持ちながら一直線に突き進み、ゴール手前で急激にスライドする。すごいね。まさかこのゲームでスライダーキャノンシュートっていうワードを見る日が来るとは。そうしましたら、最後にこちら、あと10日やらせていただきたいと思います。お、なんかおまけがついてくる。あー、後ろのさ、いいね、看板がね。シュート、行くぞ翼くん。美咲くん、足を。白湯に行け翼。10年に1人出るか出ないかの天才だからな。百歩兄さん、ファンディアス。といった結果でございました。お、もう一つおまけだ。ありがとうございます。ファンディアスが見たいね。南米サッカーの進化、コンビネーションかっこ翼、ツインドライブシュート、天才のドリブル突破。お待たせ、ドレッドのイダテンラーソン、ハイスピードドリブル持ちです。スペインで学んだ技を見せる。ゴールデンスピーディードレッドとは俺のことだ。はい、本日も最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。またやりましょう。楽しかったです。